皆さんこんにちは、文楽の人形使い桐竹勘十郎でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私たちは、今劇場でお芝居ができませんので、以前、伝統芸能ナイト、山本能楽堂さんで、やらせていただきましたお芝居の映像をご覧いただきたいと思います。京成阿波の鳴門十郎兵衛住処の段、これは長いお芝居10段続いておりますお芝居の8段目にあたります。その一部でございますが、十郎兵衛と妻のお弓徳島から、主人の宝刀でございます国継ぐという刀、これを紛失いたしましたものを探し大阪に来ております。そして盗賊に身をやつしながらあちらこちらと刀を探しております。そこへ徳島に残しました娘のおつる、おつるがどうしても親に会いたい、トトさんカカさんに会いたいということで大阪に出てくるわけでございます。有名なおつるの言葉がございます。トトさんの名は十郎兵衛、カカさんなお弓と申しますという、皆さんもご存知だと思いますが、このおつるが、偶然に大阪の玉造りに住んでおりますこの親の元へ、来るわけですね。そして母親と会うんですけども、話をしているうちにお弓は我が子と気がつきます。しかし今は盗賊追われている身でございますので、名乗ってしまうと我が子にも難儀がかかってしまうということで、名乗らず二人はまた別れてしまうわけです。この後もお芝居がずっと展開していきまして、最後は悲しい結末になるんですけども、今日はその母と子が数年ぶりに出会う場面をご覧いただきたいと思います。太夫さんの方では子役の声とこのお母さんの声をこの交互に語り分けますので、非常に難しい場面でございます。そういうところも楽しんでいただけたらと思います。それではご覧ください。
名は何という？はい、トトさんの名はジュロベ、カカさんはお読みと申します。
ママさんに育てられていたとは、もうたまいもないわが娘と見れば見るほど幼な。Thank you.
にならぬが浮きよ。こなたもどれほど訪ねても顔もところも知らぬ親たち、哀れぬ時はせんないこと、もう尋ねずと国へいんだが、よいぞや。いえいえ、恋しいととさんやかかさん、たとえいつまでかかってなと尋ねようと思うけれど、悲しいことは一人旅じゃてて、どこの宿でも泊めてはくれず、野に寝たり山に寝たり、人の軒の下に寝ては、そこを
探して豆いたいの豆なお喜ぶ花の毛と髪に包んで持って白鬼
ついて連れて戻ろう。そうじゃ。